はい、どうも、リュウリュウカです。第3次スーパーロボット対戦 Z 天国編、前回の続きからやっていきます。まあ、これで、なんとか、気力もマックスになっちゃったからね。申し訳ないけど、もう余裕ですよ。しよっかな、直撃使えるやつで戦わないと。ロランもあとこれで、これ倒せちゃうんじゃないかな、もしかしたら。おお、まずタクティカルコンボマックス達成でしょ。今のターンで16機だから、もうあと倒せるだけ倒そう。90、あと10機。クローンバスターで倒せねえな。え
しよう、ビッグ倒せなかった。サヤコさん倒しちゃった。あ、てか強すぎた。どうしようかな。これで5機も達成だね。あとは6ターン以内にクリアするだけだ。Dコマンド使った後も動けるんだ。
久しぶりにデルタブラスのエネルギーが尽きるかもしれないな。太平洋を見て、全然ダメージ当たんなかった。なんでだろう。すげえ射程。線とかしか当たんなかったんだ。月光町使ったはずなんだけどな。あれ、これ月光町じゃなかった、もしかして。そんなことないよな。わかんね。
なんかついてたのかな、一発だけ。さすがに倒せんだろ、ネケトも使ってるし、一応走行以上の攻撃力の武器だし。よし、届かねえ。フラーマユニコーンないじゃん、 NTG 発動。逆転パンチ。
ランク弾外拳。トランザーム、倒してるけどシャウラスの数がうざいな。食らいやがれ。さてとどめ。倒せなかった。とどめだと思うばかり思ってた。ゲッターのようにはいかないか。これもエース取ればいけるかもしれない。チェー。なかなか真の撃墜数獲得していくの難しいな。
間違えてスラスターモジュールのままできちゃった。フライトモジュールに変えてくるの忘れちゃった。すげえ強えな。稼ぎだ。あ、なるほど。このマップでは使用済みです。失敗した。まあそうだよな。あんなの方が何回も使えるんだったら、そりゃもう。はい。じゃあ一旦ここで終了して次回に続けたいと思います。どうもありがとうございました。